視聴者の皆様、私はロアテと申します。おそらくこの回が最後となるためご挨拶させていただきます。これよりドラゴンの手名付けに向かうのですが、成功率 3%、失敗時の逆襲率 20% という、明らかに無謀な挑戦をさせられます。気合だ、気合があればなんとかなるって。上司からはこのように言われたのですが、絶対気合は関係ないと思うんです。ドラゴンはハゲは襲わないらしいよ。同僚の一人からは適当な励ましがありました。弟さんには、最後まで勇敢だったと伝えますね。もう一人の同僚からも、助からないことが前提の別れの言葉がありました。視聴者の皆様、たった3話だけのお付き合いでしたが、本当にありがとうございました。ゆっくり王国万歳。ゆっくり王国万歳。あ、大丈夫でした。言ってるんかい。そこは勇敢に切っていくところだろう。1分間も尺を使って無事ってなんですか。もち太郎、襲われるまで何回でも取り直すぞ。いや、おかしいでしょ。納得できないな。残念だが仕方ないか。え、それどっちも残念ですか。手名付けに失敗したことですよ。それにしても手名付けの成功率 3% は厳しいな。これ無理なんじゃない。真面目な話、ロアケさんが攻撃される可能性が高いですよ。高リスク、高リターンだ。私は最後まで諦めんぞ。まあ、手名付けるのはロアケさんなんですけどね。やはは。危険は承知だが、一番調教が得意なのがモチ太郎なんだ。王国の未来はお前にかかっているぞ。わかりました。人命落としてこの任務全うします。頼んだぞ。いいように扱われていますね。さすが隊長だな。隊長、2匹目のドラゴンが拠点近くにいます。なんですと？これは願ってもない光景ですよ。なんか圧感が半端ないドラゴンだな。このドラゴンは。ポンポンさん、どうかしましたか？これはピュアドラゴンですよ。おそらくドラゴン族の中でも最強の一角です。目撃情報があまりにもないため、伝説上の生き物と思っていました。なんかすごい展開になっているみたいだな。これはどうしましょう。当然手名付けるぞ。モチ太郎、これは絶対死んだな。このドラゴン、そもそも手名付けられるんですかね。わからん。ただやってみる価値はあるだろう。任せてください。あまり無理はしないでくださいね。頑張れ。それでは引き続きドラゴンの手名付けを頼むぞ。ピュアドラゴンの手名付けをするみたいですよ。それにしてもでかいな。攻撃されたらひとたまりもないぞ。よくこんな生き物の手名付けができるよな。ひとごとだな。命令したのあなたですよ。さすがサイコパス。私だったら絶対無理だと思ってな。モチ太郎の勇敢さを称賛してるんだよ。そういえば、現在2頭ドラゴンがいますが、両方とも手名付けるんですか？いや、まずは1頭だけにするぞ。いきなり2頭は面倒見れないからな。あ、失敗したみたいだぞ。成功率 1.1%。これは奇跡でも起きないと無理だな。やっぱりドラゴンの手名付けは難しいな。ロアケさんなら大丈夫ですよ。先に命がなくなりそうだがな。やはは。シャルガルフさんがいつの間にか栄養失調になってますよ。大丈夫か？まあ、ご飯食べてるから問題ないだろう。でもなんでだ？爆発して得体の知れない何かになりましたよ。死んじゃったみたいだぞ。どういうことだ？わかりません。栄養失調が原因だったのかな？食料は十分あるんだけどな。まずは黒い死体みたいなやつが暴れているので倒しましょう。それでは軍曹、頼んだぞ。任せてください。終わりましたよ。お疲れ。なんてことだ。まさかこんなことで大事な仲間を失ってしまうとは。拠点にいながら栄養失調。ヤルリブさんの弟だったんだよな。これは切なすぎる。せめて遺体を丁重に弔いましょう。隊長、棺桶が完成しました。ありがとう。それじゃあ遺体を運ぶぞ。責任を持って棺に納めますね。お願いします。シャルガルフさん、ここまで力を貸してくれてありがとう。短い間でしたが楽しい時間でした。いろいろ勉強になったぞ。どうか安らかにお眠りください。よし、シャルガルフさんのためにもメソメソしてられんぞ。そうだな。前に進むしかないですもんね。ああ、我々は今を精一杯生きるしかないんだよ。各自仕事に戻るんだ。おじゃ。よし、研究を進めていくぞ。
今回は魔法関連にしようと思う。へえ、魔法の研究とかできるんですね。研究すると具体的に何ができるんだ？魔法装備や魔法の書物などが制作できるようになるぞ。これらを研究することにより、装備に特殊効果を付与させたり、魔法使いになるための書物を制作できますよ。これはぜひ研究を完了させたいですね。それにしても研究項目がたくさんあるな。どれから始めるか決めてるのか。うむ、実は決めているぞ。今回は栽培から研究する。魔法関連の制作には魔石のかけらが必要になるんです。その魔石のかけらを効率よく入手するために栽培を始める必要があるんですよ。魔石のかけらって採掘してると少量入手できるよな。採掘だと効率が悪いんですか？その通りだ。パラサイトの低木を栽培することにより大量に魔石のかけらを入手することができるぞ。それはすごいですね。ただ栽培するの大変そうだな。熟練の技術が必要なので栽培レベル12以上が必須だ。冬が終わったら栽培を開始するつもりでいてくれ。あーやロアケさんが手名付けに挑戦中ですよ。これで7回目くらいだな。そろそろ襲われそうで怖いな。シルバードラゴンも今のところ失敗してますしね。これやっぱり無理ゲーじゃない？成功率が低すぎて厳しいな。これ以上仲間を失うわけにはいかないので、そろそろ諦めた方がいいと思いますけど。隊長、決断の時だぞ。く、やむを得ないか。諦めかけたその時、奇跡は起きるのだった。隊長、ピュアドラゴンの手名付けに成功しました。え、これドッキリじゃないよな。はいはい、嘘っす。にわかには信じがたいですね。どうも本当に成功したみたいですよ。拠点にドラゴンが向かってきています。モチタロウがやりおったぞ。すごすぎるぞ。あなたは神ですか？いやー、本当に成功するとはな。未だに信じられないですよ。ピュアドラゴンのメスみたいですね。卵を育てれば繁殖も夢ではないですよ。年齢が350歳、長生きだな。ドラゴンは2000歳まで生きると言われているので、これでも若い方ですよ。ひょえー、人知を超えてますね。何がともあれ、このドラゴンをしっかり調教すれば、とてつもない戦力になってくれるだろう。王国を救ってくれる鍵だもんな。モチタロウよ、引き続き調教を頼んだぞ。わかりました。というわけで、ドラゴン研究を始めるぞ。魔法の研究はいいのか？ドラゴン研究はさほど大変ではないので、一旦こちらを優先させる。確かに研究ポイントはどれも少ないですね。まずはドラコニックフランキを研究するぞ。これはなんだ？卵を人工孵化させる装置と、ドラゴンの寝床の研究ですよ。よくわからんな。だろうな。その時が来たら詳しく解説するから安心しろ。そういえば、ドラゴンの食事は大丈夫なんですか？食料が全部食べられちゃうんじゃないのか。心配するな。大量に余っている虫の肉と、牧草をミックスした食事を与えるぞ。それは素晴らしい考えですね。ドラゴン用に味付けしているので、とても喜んで食べてくれています。虫の肉はおやつだったのに。いや、他にも食べるものあるだろ。そろそろ虫の肉食べるのやめてくださいよ。転所する。絶対しないだろ。諸君、集合してくれ。なんだ？あ、ついに完成したんですね。娯楽のバリエーションが少ないと不満の声があってな。それで新しい娯楽設備を作ったぞ。やったー。それでこれは何なんだ？ボードゲームとカードゲームですよ。ボードゲームはこの2種類だな。初めて見るボードゲームだな。こちらの世界で有名なゲームなんですよ。後でルールを教えてもらいましょう。そんなに難しくないので、すぐに覚えられますよ。最後にカードゲームだな。この2種類もこちらの世界で有名なゲームだぞ。フランさんはルール覚えたら強くなりそうですね。ふふ、隊長また勝負するか。ストレスが溜まりそうなので遠慮しておこうかな。前回は負けて激怒してましたよね。やはは。ふ、わざと負けて部下のモチベーションを上げたのだよ。優秀な上司は部下への配慮も一流だな。はいはい、そういうことにしておきますよ。冬が終わって、春の季節になるぞ。二度目の冬も無事に終わりましたね。ほとんど襲撃がなかったので平和だったな。そのおかげで拠点の改築が順調に進んだぞ。二箇所に新しく農業エリアを増やせましたね。暖かくなってきたら栽培が大変になりそうだな。そうだな。栽培が得意だったシャルガルフさんを失ったのが痛手だな。新しい仲間を募集するしかないですね。それにしても拠点が随分大きくなったな。多少の修正はするが、拡張は一旦打ち止めにするぞ。これ以上広くすると、この人数では手が回りませんもんね。そうだな。今後のことだが、暖かくなったら再度遠征するつもりだ。異界門について、別の町で聞き込みをしようと思っている。今のところ訪問者から有力な情報がないもんな。やっぱり大きな町での情報収集が一番効率がいいですよね。その通りだ。
といったところで今回はここまでとするぞ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。